鳥の岩くす船がオーパーツすぎる。古事記のみに登場する神様で、イザナギとイザナミの神海で誕生しますが、性別やどんな神なのかは神話で説明されていません。ただし、石のように硬くて腐食しづらいクスの機材で建造された、鳥のように速く進む船という、まるで飛行機のような意味を持つ名前や、別称の雨の鳥船にも鳥の漢字が用いられていることから、空を自由に行き来できる神と推測されています。古事記の国譲り神話では、高間ヶ原が派遣した雷神武三日月の副使として芦原中津国に降臨していますが、日本書紀の同じ神話では、高間の原の使者稲瀬船が降臨するための乗り物熊の諸手船が登場し、これが天霊船という別称を持つと説明されています。古代日本では雷神は船に乗って登場すると考えられており、鳥の岩くす船も熊の諸手船のように神々の乗り物のような存在と考えられ、運輸や交通、特に航空交通の神として崇敬されています。主祭神として祀る神社は多くありませんが、飛行機に乗る機会が多い人や、海外に行くことが多い人は、一度参拝をお勧めしたい神様と言えます。このチャンネルでは、日本の神様シリーズを毎週金曜日19時に更新しています。興味がある人は見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。